はい、ドラゴンクエストリーム S 実況プレイのパート95をやっていきたいと思います。本村の外で暴れ回っていた、人食い下流の正体は、ヤヤクの息子のハリマでした。で、まあ、そのハリマも、人食い下流を助け出すことで、解き放たれたようなんですけれどもね、人食い狩りだった時間が長すぎたために寿命が尽きてしまって結局いなくなってしまいました。まあ一応これでね、ホムラの里に平和を取り戻すことができたわけですけれどもね、いよいよ、勇者の剣を作る時が来たみたいです。早速向かいましょう。新しい防具。手に入ったんですけどね、見た目すごくいいよね。もちろんはぐれメタル鎧の方が強力ではあるんですけどね。はぐれメタルは今グレグに取り出せました。あとこの月影の鎧も手に入る、あれこれか、これもね、月影の衣も手に入りまして、新しい装備のね、見た目でこれから戦っていきます。では行きましょうか。もういいんだよね。ダメじゃん。待てよ。ホムラの里で何かしないといけないようです。鍵。話を終わらせた時にもうちょうだいよ。そう、これよ。もうとっとと汚せってんだよ。はい、あれやりたいからな。これちょっとしばらくこれにして、レベル上げのためのね、手段を。そういえば、これ何使うんだっけ。あ、マジックバリアの効果か。全員ね、
特殊な見た目でバッチリかっこよくしてね、金属地の、まあ、勇者の剣を作る場所に挑むと。前アラモス城、聖なる種火が火山に反応している。火口の中に聖なる種火の炎をくべますか。はい、一体何が。すごい、マグマから火事場が現れるなんて。この火事場こそ先代勇者ちゃんたちが剣を打っていた場所に違いないわ。よし、やろうぜ。魔王の奴をぶっ倒すため、ここで新たな勇者の剣を作るんだ。いよいよだ。よっと、次は俺の番だぜ。なあ中身ちゃん、抜け駆けはなしよ。ねえ、私たちにも手伝わせてほしいの。先代の勇者も仲間たちと力を合わせ剣を作っておったようじゃ。わしらも負けてはおれん。そう、これはあなただけの戦いじゃない。私たち全員の戦い。新たなる勇者の剣、我らの思いもその刀身に込めさせてくれ。私たちの力もお使いください。お前のおかげで俺は贖罪を果たし、マヤを救うことができた。今度は俺がお前の力になる番だ。うわっ！はっ！
あなたに見せてあげる。世界を救い、みんなを笑顔にするシルビア一世一代のエンターテインメント。ん？その歯が重いだろう。エレノアよ、アーウィンよ、どうか見守っていてくれ。お主らの子に勝利と幸福があらんこと。あなたを守ることが私の戦いだと思ってた。でもそれは違ったのかもしれない。あなたと共にみんなを守る、それが私の戦い。はっ、騎士として俺は誓う。たとえいかなる敵が相手だろうと、最後まで希望を守る盾であり続けることを。エロニカお姉様、あなたのグズな妹も少しは強くなれました。だからどうか心配なさらないで、私は勇者様と一緒に戦います。果たしてどれほどの代物なのか、さあ手に取ってみろよ。共に戦う仲間と空飛ぶ神の乗り物、そして新たなる勇者の剣、ついに魔王と戦う準備が整ったか。なあ、いよいよ大詰めだな。行こうぜ、魔王の城へ。いよいよ魔王に挑む時が来たようですね。でせっかく作った勇者の剣、性能がこんなもん。結局そうなんだよね。358でしょ。109、145、43ぐらいだとして、まあ合計で言うと、まあちょっと確かに上っちゃ上なのかな。はい、できたはいいんだが既存の武器の方が強かった。まあ、せっかくなんで使うぐらいかな。はい、そうだね。まあ魔王との決戦に挑む前に、せっかくまたね
合言葉見つけたのでこっちやっちゃおう。ではこっちか。うん、ガイアの鎧だって性能いいのかな。いろんなところに行っちゃったんだね。なるほど。ちょっと倒してくれ。武器自体は強いとは思うんだよね。観念し。結局両手剣が強すぎるんだよな。ポイント、さっき振ったばっかりだよね。ブレイクって。だよね。
最後の一振りなんだ。前のはね、それこそスキル片手剣に振ってたからまともに使えたけど、これか両手剣にバリバリ振ってるからさ、結局両手剣が強すぎるんだよね。なるほど。あれサンタロースって言ったことあったっけか。これリレーミートで出れるっけ。出れた。サンタローズにまだ行けない。じゃあここまだクリアできないや。そうか。じゃあこっちだな。アラモス城。一気に攻略できるかな。温存した方がいいかな。ダメージはなんか高い気はする。一発っていうかなんだろう、合計した火力。
どうしよう。まだいいな。うん。まあちょっと苦戦しそうなんでね、今回一旦ここで一区切りにしましょうか。次回引き続きこちらのバラモス城の攻略を続けていきたいと思います。では、ドラゴンクエスト11実況プレイのパート95、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれな。